はいどうも、世界一ストイックな怠け者テケテケです。はい、とつで、まあ、今新しく出てきた異教軍勢の森と湖の故郷史、こちらのステージの進め方について今回深掘って見ていきたいと思いますが、まあ、やってみたら意外と簡単ですね、これ。まあ、こういう普通の道中のステージに関しては単純に攻撃力が上がる蓄力だとか、まあ、ここら辺の初投げだとかの防御虫カット系は基本無視で、まあ、バフの方も蓄力デカ力が上がるやつで、デバフの方も敵の敵を落とすようなやつをとりあえず選んでいって、で余ったポイントはどっか適当なバフを選んでおいたり、はい、という形で進めていって、はい、もう相手に最初から影光がついてて、こっちには蓄力がついてる状態で殴ることができるので、まあ、割と簡単にこの通常の敵ですねに関しては突破していくことができるのかなと、はい、まあ、どんどん進んでいきたいと思いますが、まあ、基本蓄力と箱をつけた上で、まあ、残り影光とかもしつけれればつけて、まあ、お相手さんに援護なんかがついてる場合には罪悪燃焼とかで剥がしに行くのもいいですね。まあ、例えばこんな感じに箱とあと燃焼を選んでおいて、はい、援護ついてますが、マリシがスキル1燃焼の単数を減らしながら生後援護も剥がして、はい、落とすことができると。まあ、一番上の敵だけ燃焼の単数一旦自分の行動で減らされてしまうので、まあ、少し照射に殴ってもらう手もありますね。はい、ちなみにこの利子、はい、こんな利子です。戦力600万の武器なんかも強化してない利子、はい、それでも余裕でいけちゃいますね。ちょっとナタとかモルちゃんとかに変えますか。うん、さらに余裕ですね。まあ、ここら辺なんかはもうちょっとランゼロサバーなんかでやってみてどうなるか今度また見ていきたいですが、まあ、とりあえず蓄力と箱を燃焼をつけて立ち回っていけば、まあ、ある程度簡単に進んでいくのかなっていうようなとこでしょうかね。はい、で途中から暴走なんかも出てくるんで、はい、暴走が出てきたらまあ暴走を選んどいて、であと箱じゃなくて撃砕に変わった部分なんかも撃砕で、まあ、ここら辺は臨機応変にやっていきましょう。はい、まあ、やっぱり罪悪燃焼あると剥がしながら殴れていいですね。はい、で途中からこの呪言とか呪辞キュートっていうのが出てきますが、今回この異教軍勢の攻略においてこの呪言呪辞キュート、これがめちゃくちゃ重要な攻略の鍵になっており、まあ、一般の敵はここら辺あんまり気にしなくていいんですが、もうちょっと進んだ先ですね。はい、とりあえず進んでいきましょう。はい、20ステージまで来ました。はい、ここでちょっとボス的なやつが出てくるんですが、敵陣陣を見ると、はい、ガウェイン、ニニアン、ニビアンとなっており、これ中身見るとそれぞれのボスの攻撃敵6名を即時撃破するという、まあ、攻撃一発でも食らえばそこで落ちちゃうというようなスキルを打ってくるんですね。まあ、あの1000人のいたずらのボスみたいな攻撃パターンで、まあ、攻撃受けたらとりあえずどんなにこちらが耐久強化してても落とされてしまうと、はい、というような恐ろしい攻撃をしてくるの でそれをこの3体全員打ってくるので、攻略の方法は単純で先手必勝ですね。で倒していく必要があって、その際に泉の乙女の加護の中にある封印かめまいですね、これプラス呪言呪辞キュート、はい、っていう風に選んでもらえれば、まあ、かなり簡単に突破できるかなと。まあ、これ何かっていうと、呪言と呪辞っていう罪悪状態が敵に同時についた場合、このゲームには珍しいコンボスキルが発動して、罪悪呪辞と罪悪呪言が一緒に重ね掛けされた場合、毎ターン敵の HP が 10% 減少するだけでなく、攻撃を当てた時に追加で 5% 敵の残り HP が減少するという感じで、まあ、ものすごい量の HP を減らすことができるんですね。はい、これは毒や火傷の強化版といったところでしょうか。まあ、ただし最大攻撃力で頭打ちにはなってしまうので、ある程度攻撃力なんかは育てる必要ありますが、ちょっと見ていきますか。はい、敵の HP いきなり 10% 削られましたね。はい、そこから、はい、なた殴っていきますが、はい、攻撃回数さえあればダメージ頭打ちされるものの、呪辞と呪言の追加ダメージでめちゃくちゃ削れるので、まあ、とにかく連撃回数が多いキャラクターで殴っていけば、まあ、もうそれなりのダメージが出てしまうと。はい、敵の HP15 億ぐらいですが、はい、1000万ずつぐらい連撃で削っていって、はい、で封印でまた動けないところを見計らって、はい、スキル2でもまた連撃で追い込んでいくと、はい、いう感じで、まあ、敵を足止めしながら呪辞呪言のコンボですね。はい、あとキュートつけておけばこのボス復活もしてくるはずなんですが、復活もさせないと、はい、いう感じで、まあ、もうかなり余裕で追い込んでいくことができてしまうので、はい、もうこの戦術で最後までいけちゃいそうですね。かなり余裕で突破することができました。で21ステージ以降も同様に暴走をつけて、まあ、敵側には箱をつけてという感じで、まあ、基本的に攻撃力の上がるバフ、敵の耐久が落ちるデバフっていうのをつけていって、もう先手必勝で殴っていくというようなゲームですね。
はい、30ステージぐらいからは蓄力と暴走両方あるんで、はい、もう蓄力暴走破壊ですね。もうこれがある場合はもうこれ選んで、はい、ガンガン落としていきましょう。宝三条の鼻血ピンチってなんだこれなんだ、ちょっと見ていきますか。あ、こっから呪言十字入るんですね。宝三条はどこにいる。いや、ここ敵復活してきますね。キュート入れておけばよかったですね。うん、封印とかしてきたり、意外と通常敵の方が厄介かもしれません。なんなら、はい、撃破と、はい、敵陣に復活がつくあたりからはキュート必須ですね。はい、ちょっと敵の火力も上がってきたんで、雷害とかも入れといて、はい、で40ステージのところでまたこの一撃必殺ボスたちが出てくるので、はい、ここ試しにじゃあ、はい、攻撃力469万の劉備作ってきて、で主力なた525万で、はい、先ほどと同じように封印から呪言十字キュートで、デッキは、はい、ここ劉備入れてなたこの位置の脱気小キビ超コメ劉備のコブの重ねがけ戦術でやってみますか。火力が制限されてしまうのが、まあ、バフ乗せていけばその最大攻撃力の上限が上に引き上がるので、一発一発がめちゃくちゃ重くなるんじゃないかなっていうところですが、まあ逆に上げすぎてしまうと敵の最大 HP から見て、まあ 5% とか 2% なんか超えてしまう形になるので、はい、まあちょっとそこの兼ね合いが難しいとこですが、まあバフなんかも一定量有効かなと。まあここまで重ねまくる必要はなさそうですけどね。ある程度重ねたら、まあ連撃系アタッカーなんかで連撃していって殴っていけば、いやすごいっすね、ダメージ1101001000万10万100万1000、億単位のダメージ出てますね。はい、バッファーのダメージとは思えないダメージが、十字と呪言のおかげで出てますね。いや、戦役メンツでいけちゃいますね、これ。まあ、ちょっと、ナタの部分が上杉謙信だと攻撃回数足りないので、まあ、そこは連撃キャラクターに変えて、敵の HP50 億なんで、まあ、その数パーセント分の攻撃力に届いていれば OK なんで、まあ、こんなにバッファーいりませんね、正直。はい、という感じで、まあ報酬かなりもらえるイベントになっているので、通常的の方で苦戦するかもしれませんが、とりあえずボスの方はキュートと十字と呪言と封印かめまいで足止めしておけば大体なんとかなりそうかなと。あと連撃キャラクターで殴っていけば、まあ、割と簡単に突破できるかなってことで試してみてください。はい、ありがとうございました。するOh, sir. Oh, sir.